勝手にミュージックフェスタボリューム10ヤマトです。皆様、今日は那覇は晴天でございます。こんな感じで国際通りもだいぶ綺麗になっております。見てください、いつもやってたこの場所の背中はこのようになっております。そして今日は歩行者天国でございます。半年ぶりの勝手にミュージックフェスタを私ヤマトが一人でお届けしたいところですが、今日はニューフェイスを紹介したいと思います。じゃじゃん、トミーです。近くないですか？え、近くないですか？近くないですよ。近くないですか？こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして、トミーです。トミ村です。トミーです。トミーはね、友達です。僕の友達です。最近出会った友達です。よろしくお願いしますね。勝手ミュージックフェスタボリューム10に登場ということで、はい、どうですか？いやー、楽しみですね。でも暑いですね、今日。本当に今日はね、いい天気で、梅雨明け昨日しましたね。しましたね。カラッと晴れましたね。カラッと晴れて、かなり、はい、なんだろう、まあね、新しい感じでやっていけそうな雰囲気があります。本当に昼間やるの初めてなんですけど。昼はやりませんね。楽しみに、はい、楽しみたいと思います。ありがとうございます。カー君です。こんにちは。こんにちは。カー君、勝手ミュージックフェスタに初めて出演されるということで、はい、よろしくお願いします。よろしく。ちなみに僕とカー君同級生です。同級生ですね。今年8です。僕は2月なので、早生まれなのでね。ああ、なるほど。はい、国際通り生まれということで、はい、ここは住み慣れた街ですか？そうですね。ここと、ここ側と、三越側の歩道がありますよね。はいはいはい。で、あの真ん中の、はい、が道路になってますね。そうですね。そうですね。この割れ目から俺が出てきましたね。あ、ここから？はい。この水越と天仏の間のこの道路の割れ目から、割れ目から出てきて、だから僕はここから生まれ育ったって言われてますね。はい、あのオレンジ色の線から生まれてきたわけですか？そうですね。なるほどね。昔は赤かったんですけどね。ちょっと色がやっぱ年いくと色素が抜けていくらしくて、じゃあもう昔から赤い時代から知ってる。はい、そうです。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあですね、襟もすごくピシピシに、ピシピシ、これが僕のエリーマイラブです。はい、じゃあではですね、今日もよろしくお願いします。では、せーの、はい、せーの、勝手にミュージックフェスタ。勝手にミュージックフェスタ。俺かい。俺だ。ひろきくんです。イエイ。こんにちは。イエイ。元気ですか？元気です。最近なかなか会ってませんでしたけど。ね。だったね。寂しかったよ。今日は歌ってくれるんですか？今日は、そうだね、歌おうか。カホンできますか？カホンで歌おうか。カホンで歌いますか？歌おうか。じゃあ期待してます。はい、よろしく。よろしく。テン。テン。
じゃあ僕はサラフラシ。終わりますけど最後まで楽しんでください。楽しみます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はありがとうございました。デモが始まりましたが、
関係なくやりたいと思います。先行カホンやってくれました。ヒロキ、ヒロキです。カー君、カー君です。そしてトミー。そんなわけでね、ボリューム10は賑やかに終わりましたが、デモやっております。デモ更新、デモ更新、yeah. 楽しかったね。楽しかったですね。楽しかったですね。まあ、嫌がですけども、テロップつけてください。あとテロップつけますから。ということで、勝手にミュージックフェスタボリューム10終了です。